かくもう人と接せないように気をつけようと思ってました。就業場所の移転があって、今までは30分でお迎えに行けてたのが60分になってしまったんですけれども、そのタイミングでたまたまリモートになったので、お迎え時間にも間に合うようになって今の仕事を続けられました。仕事から社内のいろんな部署の人と話すことが多いんですけど、営業部門の非常にその派遣スタッフの方からテレワークしたいけどできないのかって相談を受けるであるとか、あとその企業様からも従業員はテレワーク導入したんだけど派遣スタッフにも導入できないのかという問い合わせであったり、そういったものがこう一定数入ってるって声をこう定性的にというか聞いてたんですよね。テレワークさえ導入すれば働き続けられた、離職しなくて済んだって声も結構ありましたので、そういったこう何でしょうね、顔が見えてたというか、ある程度ペルソナが見えていたということが非常に原動力になったっていうのが一つあったなと思います。はい、やっぱりもう本当に時間ですね。もう時間が何が一番欲しいかといったらやっぱり時間だったので、やっぱりご飯を作る時間とか子供に使える時間が増えたのがやっぱり良かったです。企業としてテレワークを導入してるよと歌ってる企業100社にヒアリングしたんですけど、その100社のうちの8割以上が限定的な導入だったということで、まず仕組みを作ってちょっとまず少ない人数だけで始めてみようという、そういう段階のところが多かったんじゃないかなと思いまして、妊娠してるということで言うと、そうですね、ちょっとやっぱり体調が悪い時も結構あったので、電車に乗るのが一番辛いことだったので、それが仕事を辞めたりしていたかもしれないです。テレワークで言うと、テレワークした方が働ける人は増えるとは思うんですけど、したくないって人もやっぱり1割ぐらいいらっしゃるんですよね。向いてることをやった時に人っていうのは最大限発揮できると思うんですよね。本当はもっと一人一人がそれをすごい真剣に考えるべきだと思っていて、だからその全部のお仕事がテレワークになるってことが目指すことでもないかなと思っていて、あくまでもそのテレワークがゴールじゃなくて、雇用がちゃんと創出できるって、お仕事に就けるで、辞めずに働き続けられるということが私たちのゴールだと思っています。より多くの人が働き続けられるように、テレワークで働けるものがある程度もうちょっと増えればとも思いますし、テレワークっていう条件にするとやっぱり働ける人の範囲が広がるんですよね。ですのでそういったテレワーク化にするとお互いハッピーになるよということ、企業も働く方もそういったことをもうちょっと伝えていかなきゃいけないなとは思っています。